はい、オルガンライフです。今日ニュース見たら、どこかの遊園地のバンジージャンプ、そこでバンジーの紐が切れちゃった、これ怪我しちゃったみたいですね。まあその事件に関しては、まあ、ちょっと悪いかもしれないですけど、それバンジージャンプってどちらかというとエクストリームスポーツ、ちょっと怪奇なスポーツ、リスクあることを前提に遊ぶスポーツ、まあ、そういうところがあるんですよね。だから遊園地にあっても少し遊園地のアトラクションとは違うんですよね。ジェットコースターとか他の乗り物 100% 安全を提供します。あれに乗って死なないです、怪我しないです。ジェットコースター過激だと言われてますけど、乗ってる時にかかる加速度とか人の限界以下に設計されてますね。一方バンジージャンプ、あれはエクストリームスポーツだからそんな設計されてないんですよね。だから制約職化される。まあただそこでジェットコースターと同じようにもう少し安全基準を作ろうか、そういう動きもあるみたいですけど、まあ私エクストリームスポーツに関して安全基準を作ったらもうエクストリームじゃなくなるんですよね。だからスポーツもう完全に同意した人だけで遊んでください。それが私の望みですね。だからどうするのか、エクストリームスポーツを罰ゲームのように強要する、そこにルールを設けてほしいですね。あ、お前なんかで負けたからバンジーねみたいな、そう言ったらアウトみたいな、そういうルールを作ってほしい。だってエクストリームスポーツ罰ゲームじゃなくて楽しいスポーツですからね。だから嫌な人にはやらない、そういう選択肢を与えるべきなんですよね。だから何らかの圧力でエクストリームスポーツをやらせる、それに関して罰則が欲しいです。例えばある会社の研修でバンジージャンプやらせる、それ自体を悪にしてほしいんですよね。その研修に出ないと会社で昇格できない、会社の研修プログラムの中にエクストリームスポーツが含まれてる、それを悪としてもらいたいですね。完全にエクストリームスポーツを排除する、そうするとあれを楽しいとやってる人、その人の楽しみを奪うんですよね。だから私は面白いと思ってる人はやればいい、ただ興味がないまたはやりたくない、そういう人はもう一生やらない、そうするべきなんですよね。だから私はエクストリームスポーツは残すけど嫌だと思ったら拒否することができる、そういうルール作りが重要ですね。だからもう遊園地に作る、それもダメかな、もうそういう人だけ集まる場所、そういう場所に作るべきなのかなと思いますね。だから逆に遊園地で作る場合はもうエクストリームスポーツじゃなくて完全なるアトラクション、 100% 安全が保証されてる、そういうものにするべきなのかなと思いましたね。なんかちょっと話ぐるぐる回ってるだろうと思いますけど、完全なバンジージャンプはエクストリームスポーツとしてやりたい人だけやらせる、やりたくない人はやらないような動きにする、それが重要だと考えてますね。まあ、社員研修プログラムとかであったらちょっと嫌ですよね。拒否したら昇給できない、それって強制ですよね。まああとテレビ番組とかでもありますけど、あなたはテレビに出る代わりにエクストリームスポーツやってもらいますっていうのもなしかなって思いましたね。だから何らかの圧力でエクストリームスポーツをやらせる、それ自体が悪なのかな、そう考えてますね。ということでバイバイ。